伊勢田丸城の今度は二の丸ですね、二の丸の方はですね、まあ、特段その特徴あるっていう部分は、何もないんですけど、まあ、何もないってことはないですけど、まあ、石垣がですねちょっと平らな少し、本丸よりも低い位置にありますけども、まあ、このような形でですね一応振り返るとこちらが本丸から、こう地続きでですね堀とか橋とかっていうことじゃなくてこのまま行きます、まあ、ここがまあ本丸の入り口というか出口というかいうふうになりますので、こんな感じですよね。まあ、多分ここが境で今私のいる方が本丸 で二の丸に渡る、まあ、ここが橋だったのかもしれませんね。空堀になってますからね、まあ、ちょっと本丸も移しつつちょっと風が強くなってきて天気と風強いっていうね大変ですけどね、まあ、この下もいろいろ写しして、見たいと思いますね。まあ、ここが割とさっき東西って言ったんですけど南がこっちですね、まあ、南側からもすごいいいですよね石垣の部分がね、こんな感じですよね。まあ、後でまた石垣はじっくり、はい、でここはもうちょっと公園地下っていうかですね、二の丸と一回移していきますかね。まあ、学校 の敷地から上がってる立ち上がってるところなんで学校側からの方はちょっと取れないんですね。ですからちょっとその部分は加味してご覧ください。この下は学校敷地なんで立ち入ることができません。まあ、これ石垣ですからさっき橋かなって言ったんですけどはどうですかね。まあでも本丸につながってますから二の丸に敵がもし入られたらですねここで食い止めるわけですから、まあ、橋じゃないにしても何かこの細くなってるって意味がですねもう今これはもう完全に新しい石垣ですよね。直したって分かりますけども、まあ、ここも石垣ついでに移しておきますか。まあ結構こっちの方がね角度が急なような気もしますけどどうでしょうね。ここもね一回降りてみたいんですけど城の中入るあの入らない入れない入れるのかな。そこまでは看板出てますからねここまで入れるのかなんか入れないイメージですけどね。今人が上がってきたんであそうですねあそこ車止めてるの見えますから、まあ、こういう感じでですね、まあ、歩いて上がってこれるんで、まあ、帰りこっちから移してみますかね。ということで二の丸はじゃあ何があるのかということなんですが、まあ、記念碑というか石碑はあるんですけどもそんなに広くはないっていうか十分広いんですけど本丸が大きいですからね本丸の3分の1程度でしょうかね。この大きな碑が目立つぐらいで、まあ、特段何かあるということではないんですが、まあ、ちょっと二の丸中心とは言いつつ本丸とか周りを映してるんですが、まあ、この碑があってですね本当は南側の方とかもでね神社の方は土塁になってますけどお城側の方はね石垣になってる部分結構多いんでそういうとこも、見逃しがちなんでいくつかはね入れるんでここもさっきの外堀ですねにつながってる道ですね。前こっちから行って通れたと思うんですけどね駐車場とかねこっちはもう土塁ですよね。今道になってますけどこれ完全に土塁とこっちはもうだから田丸城ってこうああいう立派な石垣が目立つんですけどこうなんですかね土塁の感じもすごく残ってて非常にいいですよね。あれ空堀でしょうね。もうあれ完全に土を人間の手で持ってるっていう感じはしますから、まあ、ちょっと土塁ついでにこの辺も見てみますかね。これは樹齢すごいですかね。あ違うか2つには3つに分かれてる違うか4つここはね下が入ってくるところですね。こっちからも入ってくることできるんで、まあ、見たいなという方はぜひ、これは井戸ですかね。なんか唯一の遺構というか説明板がある場所でお花見にはいいですかね。これがさっきの通りですね。で外に外堀が見えますがあそこに入り口の門かな。あ違うな門は確かなかったんでここはずっとねここからまた学校敷地になってしまうんで、はい、ここは何があった場所でしょうか。矢倉ですかね富士見台跡さっきの絵図にありましたね。ちょっと
井戸がこういう高いところにはないですからね、住山蔵か、富士見大矢倉なんでしょうかね。ってことは富士見がやっぱり富士見なんで富士見えたんでしょうかね。まあ、西日本の方で富士見何々っていうのは少ないですからね。まあ伊勢湾ですから、まあ見えたのでしょうね。昔はあの空気も澄んでて綺麗だったと思いますからね。はい、二の丸周辺でした。